皆様お待たせいたしました。ただいまから災害廃棄物の速やかな処理を目指してをテーマにパネル討論会を開始いたします。早速本日のパネル討論会のコーディネーター並びにパネリストの皆様をご紹介申し上げます。最初に正面に向かって左側、コーディネーターの独立行政法人国立環境研究所資源循環廃棄物研究センターセンター長大迫正弘様でございます。続きましてパネリストの皆様をご紹介申し上げます。コーディネーターのお隣、社団法人岩手県産業廃棄物協会会長門脇郁夫様、よろしくお願いいたします。そのお隣が社団法人宮城県産業廃棄物協会会長鈴木昇様、よろしくお願いいたします。正面に向かって右側、中央より環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部産業廃棄物課長広木正志様、そのお隣が東京都環境局廃棄物対策部長木村貴彦様、よろしくお願いします。続きまして社団法人東京産業廃棄物協会会長高橋俊美様、以上がパネリストの皆様でございます。ここでコーディネーター並びにパネリストの皆様のご経歴につきましてご紹介をいたしたいところではございますが、大変失礼ではございますが時間の関係もございますので、ここでのご紹介は省略をさせていただきまして、お手元のパンフレットにてご紹介と変えさせていただきたいと存じます。さあそれでは早速コーディネーターの大迫様にパネル討論会の司会進行をお願いしたいと思います。それでは大迫様よろしくお願い申し上げます。はい、皆さんそれではよろしくお願いいたします。座ったままで失礼いたします。まずこのパネル討論会の趣旨をですね、簡単に説明をさせていただければと思います。時間が幸いにも20分ほど早めに始まってですね、当初2時間ぐらいの予定で時間いただきまして、この討論を進めてまいろうかということであったわけです。20分早いからといって、たくさん時間を費やそうとは思っておりません。テンポよく議論させていただいて、できましたら時間早く終わらせていただいて、その次の交流会までですね、そんなに間がないものですから、できるだけ2時間という形で進めさせていただければというふうに思います。さてこのちょっとじゃあスライドを移していただいて、はい、で今日のテーマはここに正面ありますように災害廃棄物の速やかな処理を目指してということであります。速やかということだけじゃなくて、やはり適正な処理を目指す、そして安全な処理を目指す、そういったことが大切なわけでございます。この災害廃棄物に関しましては産業廃棄物処理の関連して仕事されている皆様方におかれましてもですね、大変いろいろなさまざまな取り組みを通してご尽力いただいているかと思います。ここで感謝申し上げたいと思います。